どうも、キスケです。今回はスーパーサイヤ人ブロリー使っていこうと思います。まあ、このキャラクターね、もう、なんていうかな、一時期 PVP の環境をもう取り尽くした、もう過去の王者と言っても過言ではないキャラクターなんですけど、もう今の環境ではほんまに見る影もないというか、ね、すごく悲しいキャラクターになっちゃったんですけど、まあこいつ自身のポテンシャルはそこまで悪くないと思うんですよね。体力結構多いし、結構じゃないな、めちゃめちゃ多いし、で打撃も射撃もすごい安定して火力が出るんですよ。うん。で必殺アーツも、究極アーツも特大ダメージ持ちということで強いんじゃねえかなっていう、今の環境でもね。でこいつのまあ特徴、これかな、属性相性不利を2回無効してくれるんですよね。これが相当強いと思ってて、全然黄色属性でも、殴っていける火力は出るんじゃないかなと僕は思います。はい。で変身前もね、あのメインアビリティ強いですよね、この回復するやつだから。今の環境割かし戦えるんじゃないかなっていう。で射撃アーマーも持ってるし、今の環境射撃アーマーめちゃめちゃ強いんで、まあ今いつまでも強いとは思うんですけど、これはね意外と、うん、新しいキャラクターにこう目がくらんでるだけで、使ってみたら強いみたいなオチかもしれないでしょ。だからちょっと今回使ってみます。ということで、今回使っていくのは、もちろん、劇場版パーティーになります。はい。変身ベジータと一緒に組み合わせて使ってあげれば、射撃アーマー2枚持ち。で、あと1体を、変身ご飯にすることによって、ほんまにもう打撃で殴っていけるようなパーティーになるので、強いと思います。はい。フルパワー傍若の場所を奪い去る可能性があるキャラクターですよで今回、フルパワー傍若のフラグメントをこれ体力バフ2枚つけました。はい。こいつの強みである体力も、ガンガン積んで、まあ、耐久もあり、殴ってもいける、変身持ちの強いキャラクターとして劇場版で使ってあげようじゃないですか。はい。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければ、フォローも、お願いいたします。それでは、PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしました。お相手、ソンパーティーですね。まあ、選ぶのは、あらかた決まってますね。これでいきましょう。同じサイズ。はい、お願いします。あら。初手射撃食らっていく。そういうタイプのステコンね。ステコンっていうかあれね。はい。さあ黄色青緑、ラッキーラッキーですね。さあ殴っていきますよ。帰ってくるか。あ、せっかくやしちょっとブロリーで殴ってみるか。おい、時間稼いでよいしょと。さあどうしようかなこの変身。あーあーマジか、きついな。いやでもね、射撃アーマーはねやっぱ強いと思うんで、そこまで悪かねえとは思うんですけど、まあ、ここドラゴンボール破壊はしてるんで、よし。さあ勝ちたい。はい、微妙。ああよかった微妙でしたね。さあ前に詰めて射撃。さあ瞬間移動使っていく。これ間に合うかな。オッケー、間に合う。いったらいい。結局こういう動画ってさ、劇場版パーティーで何か使うってなっちゃうと変身ご飯が強いんだよなってなっちゃうんだよな変身して時止め失敗。どうしようかな。あーダメ。いやーマジか、結構すぐ攻撃してくんな。ライジング、ごめんみんな捨てるのはこいつだと僕は思うんですけど、いやいやいや、キスケさんと僕ブロリーを使ってくださいよと言われてますね。これ使ってあげましょう。はい、ライジングで OK。これうまいぞ。必殺アーツでも多分打撃2枚やから落ちると思います。
はいはい、オッケー、よし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 、なんとかブロリー持ちこたえましたね。さあ、まあ厄介な黄色を落とせたんで、これでブロリー活躍するかなとは思うんですけど。さあ変身、あー時止め成功していく、突っ込め、あー通常か、オッケー、いいよ。じゃあ必殺打ちましょうか。強いよね変身ご飯、マジで強いよな。超時空ガシャのキャラクターとは思えんぐらいのパワーを持ってますよね。抜けて、オッケー、即圧完了、ういよし。さあこれは究極圧決めたい、あーあああダメ時でも失敗、うわマジか、結構すぐ攻撃してくるね。射撃、いやーダメ、死ぬかなこれ、死ぬかな、あそれは交代しようか。まあちょっと究極圧はまた次の試合ということで、打撃オッケー間に合う。これさすがにメインヤビ発動から落ちんじゃねえかな、落ちないか、さすがに落ちんかこれ。まあでもライジングは溜まったんで有利、うわ強いよ、強すぎんかマジで。通常打撃もう一巡しようか、はい通常打撃、よし対戦ありがとうございました。さあマッチングしました人造人間パーティーですね。まあこれでいきましょう。さあ初手出し負け、うーんおあやべまあまあまあ OK 射撃、うーんカバちゃん外し知っていきましょうか。さあこれはアーツ繋がらないんでとりあえずタックルで突き放しといて、よーしいいよ、強いねやっぱ射撃アーマーは。はーい、じゃあここで、はい強くね、あれ強いですね。さあ打撃で突っ込みまくって、いや合体13号ここまで削れたよ、よくやって、あーまさかの特殊でドカバキ勝ちたい、はい微妙か、あーダメ、特殊のドガバキ結構レアですよね。ここはもうドラゴンボール破壊しましょうか。ヒルワーツ、さあうん縛りはさすがにしないですね、うん灰色縛ってもな、マジマジかよ、うっそあれあれマジかそうマジか、さようですか、サイですか、いや強いな合体、そう考えたら。よしこれは後隙あるんで勝っていって、いやーまあこれライジングですね、お射撃は吸収されちゃうんで、いや硬い、これ落ちない可能性ある。さあ頼むぞブロリー、お前が頼みだ、うわ微妙落ちひんかなこれ、いやー助かる助かる、いやーミスったまずいっすねものすごいまずいっすね、これライジング用みたいな、あーでも死ぬこれ、究極打ってくれるなら変えちゃおう。さあ振り属性ないんでね、うん耐えろよ、気絶はダメだぞ、よしクラッシャー打って打撃、あーダメ、あやべ救急ガーズどっか行っちゃったよ、よけ、よし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 、そう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 、いけ、やべやっちまったよ、サイナリ特殊圧発動、必殺圧呼んできて入るんじゃない ?OK これはね持っていけるパワーあるんですよね強すぎ、よかったよかった、危なかったっすね、うんギリギリ、いや変身ご飯一撃やとは思わんかったな。対戦ありがとうございました。
さあ、マッチングいたしました。悪の系譜パーティーですね。まあ、いやー、どうしようかな。じゃあ、まあ、初手ブロリーでいくか。で、ラスワンが、いやー、悩む。これかな。はい。さあ、お願いします。緑出てこないか。射撃。なんだ、相手の動き。なんや、相手の動き。ラッキー。さあ、このまま削っていって、カパチン外しは、まあいいか。いいでしょう。ほい。危ー。よーし。いや、射撃多いな。もうブロリーのせいでしょ、絶対。射撃多いのブロリーのせいやろ。ちょっと急いで縛っちゃうとね、気力もないんで、うまみがないとは思うんですよね。一回攻撃当ててから、ちょっと、おー、ラッキー。これは縛っていくよ。縛って、打撃から必殺圧かな。いや、硬いっすね、やっぱ。めちゃんこ硬い。おりゃー。いや、でもまあ、いい火力っすね。まあ、でもいい火力。タックル、ダメ。見られていく。まあ、ここはブロリー交代したいけど、どうかな。交代しようか。回復持ってるんでね。はい。このままライジングつなげられない。 OK、 いいよ。とりあえず時止め。失敗。なんかすげえ奇妙な動きをしてくんだよな。 すごいやりづらい。あ。さようなり。3連勝だな。ワンチャンある。お、なんか今回のブロリーめちゃめちゃライジング避けてくれんな。ありがたい。はい。さあ、このまま殴って、まあ、さすがに打ちたくないけどな。よけ。何その、クイ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 
何だったんだ今のは。射撃、じゃあこっちでライジング打ちましょう。はい、あ必殺圧で落ちると思う。さすがにダメかな、いけるでしょ。 OK、 すげえ独特な動きしてますよね相手。水拳かな、酔っ払いの動きしてましたよ今。さあ時止めで見ても何もしてない。タックル決まる。さあ振り属性ない間に救急ガーツで、せめて皮は剥がしてほしいな。せめて皮剥がして、そうだ気絶。はい、あー弱いな弱いね。 OK 最速いただいた。さあどうする、捨てる。まあこっちで殴っていくよ、もちろん捨てていく。さあ1対3、悪くない、動き的には悪くない。特殊で見て買っていくか。はい、おうまいですね。さい、あやべ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 、これライジングじゃなければライジング打ってこない。はい、うん、射撃見られていく。あ相手も射撃か、あー避けられた。いやでもこれバニシング削れたんで悪くないよ。よしこのまま削れますね、さすがに。必殺圧 OK、 対戦ありがとうございました。はい皆さんお疲れ様でした。今回は、覚醒ブロリー使ってみたんですけどいかがだったでしょうか。弱いなんやろな、柔らかいのかな、やっぱ今の環境だとちょっと柔らかさが目立ったかなっていう試合が多かったですよね。で火力もやっぱねちょっと不十分、必殺アーツと救急ガーツは、まあ、特大ダメージなんで申し分ないかなとは思うんですけど、最近のキャラクターって何て言うかな、場に出るだけで余ダメージを上げたりとか、ある一定のキャラクターに対して特攻を持ってたりとか、まあ、そういうキャラクターがめちゃめちゃ多いんですよね。
ダメージ受けると火力が上がったりとか、そういうのが一切ないので、こいつ自身のポテンシャルで殴っていかないといけないっていうのが、まあ今の環境ではやっぱ厳しかったのかなっていう気がしますね。はい。でもまあ、かっこいいですからね。かっこよさで使ってあげるのもいいかもしれないですね。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。You hurt me a day, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you.